与えると入ってくる。人々はしばしば自分が他人に与えるものと同じものが自分に戻ってくると言います。この考え方は善意や思いやりを持って周りの人々と接することの重要性を示しています。他人に対して与えるという行為はその人に対する尊重や愛情を表すだけでなく自分自身も良い影響を受けることができるのです。善意と思いやりを持って他人に与えることは自己満足感や幸福感をもたらすだけでなく周りの環境や人間関係をより良いものにしてくれます。他人に対して寛大であることは自分自身もより幸福な人生を送るための秘訣の一つなのです。そして他人に与えると同じものが自分に返ってくるという考え方は何かを必要としている人に自分の手を差し伸べることが自分にも幸せをもたらすことを意味しています。他人に対して善意を示すことで自分自身もそれが返ってくると信じることは人間関係をより強固にしより豊かな人生を送るための一歩となります。与えると入ってくる。このシンプルで美しい考え方を日常生活に取り入れることで人々はより幸せで充実した生活を送ることができるでしょう。他人に対して善意を持ち思いやりを示すことで自分自身もより豊かな人生を築いていくことができるのです。またこれも同じように考えることができます。捨ててスペースが空くと物が入ってくる。物を捨てることができると空いたスペースに新しいものが入ってくるというのはとても興味深い現象です。身の回りのものを整理し不要なものを捨てることで新しいものがやってくるというサイクルが生まれます。このようなサイクルを意識的に作ることでより良いものが入ってくるかもしれません。物質的なものだけでなく心の中も同じように整理してスペースを作ることでポジティブなエネルギーが引き寄せられるかもしれません。捨てることは一見無駄に思えるかもしれませんが実は新しいものを引き寄せるための第一歩なのかもしれません。物を捨てることでスペースが生まれそのスペースが新しいものを受け入れる準備をしているのかもしれません。捨てることですっきりとした心地よい空間が生まれその空間に新しいものが入ってくるというのはとても魅力的なサイクルであり素晴らしいことです。身の回りのものを整理し捨てることで新しいものが入ってくる楽しみを感じてみてはいかがでしょうか。いいことも悪いこともやったことは返ってくる。人々が行った行動や選択は最終的にその人々に返ってくるものだと言われている。良い行為や思いやりのある言葉は周囲の人々から感謝や幸せをもたらし自分自身にも良い影響を及ぼす。反対に悪い行為や自己中心的な態度は最終的には自分自身に悪い影響を及ぼすことになる。人々は自分の行動がどのような結果をもたらすかを考えることが重要であり他者への思いやりや善行を行うことが自分自身にも幸福をもたらすことを理解することが大切である。このようにして人々は自分の行動に責任を持ち良いことを積極的に行うことで幸せや喜びを得ることができるのである。いいことも悪いこともやったことは最終的には自分に返ってくるという法則を理解し善行を行うことでより良い未来を築いていくことが重要である。